高賀三郎日のささない家吉本兵吾と口を利くようになったのは彼が行動館に通い出してから半年目くらいで親しく交際するようになったのはそれから1年半ほどたって彼が入団してからのことでした彼がいよいよ初段になるということを聞いた時には 私は嘘のように思えてなりませんでした。というのは吉本は今でこそ色の浅黒い健康そうな青年になりましたけれど彼が2年前 M 大学の制服を着けて初めて道場に現れた時には私は彼が行動感を何かの文学界かそれとも劇研究会とでも間違えてきたのではないかと思ったほど色の白い 見るからに弱々しそうなそれに体のこなしから口の利き方まで何となく女性的な青年でどうしても柔道の稽古に来たものとは取れないのでした彼は入門は許されましたけれども私は無論ひ月とは続くまいと思っておりましたところが彼はなかなか熱心に稽古を励み毎日欠かさず出場して 一月経っても二月経ってもやめる景色はありませんでした。私は彼に非常に興味を持つようになりました。色の白い、肋骨のすいて見えるような貧弱な体格の男がたった一人立ち混ざっているのですから、広い道場で大勢稽古している中でも探せばすぐに目につくのです。私は、 あらくれ男の中に混じって一生懸命に稽古している彼の姿を見るとなんだか悲惨というような気がしてなりませんでしたが熱心というのは恐ろしいものです歓迎校を一日も休みさえしなかった彼はメキメキ腕を上げるとともに体が目に見えるように肉づいていきました 半年ほどのうちにもう普通の体になり技も相当になって私もちょいちょい稽古をつけてやりました2年後の後には筋骨隆々とした健康そのものという頑丈な青年になって立派に初段を許されたのでした私は彼が入段を許されたと聞いて根弱の勘に耐えなかったのはこういう次第で 私が彼が入団を許されたと聞いて根弱の勘に耐えなかったのはこういう次第で無理もないことなのです入団後はいろいろの会合であったりしますので自然親しく口を聞くようになりましたが彼は温厚な親しみのある青年で頭脳もなかなか明晰でした聞けば学校ではいつも首席を占めているということでした 彼の入団後間もないある日の夕方私たちは肩を並べて行動館を出ましたとちょうど坂の上を真っ白な太い大根を満載した車が重そうなわちの音を響かせながら上がっていきましたああ大根の季節が来ましたね吉本は半ば独り言のように言いました そうだね、これからだんだんうまくなるね私は遠ざかっていく実際うまそうな何本かの大根を見ながら言いました私はねああいうふうに美麗に現れた大根の束を見るといつでも思い出すのですよ実はそれが私が柔道を習おうと思い立った原因なのですがね こう言って彼は私を彼の家へ伴って行き話してくれたのが次のようなストラインキングなことなのです「1下どけの広い頃でそれが朝だったか夕方だったかわずかに2年前のことですがよく思い出せない」と吉本は言います。 陰鬱な雨か雪かというような空合いだったことは確かで彼は目黒の寂しい谷間を歩いていました彼は東京に生まれて東京に育ち家も東京にあるのですがそれが神田の裏通りという繁華なところにあったので相当神経衰弱に悩まされていた彼は両親の許可を得て わざと寂しい郊外の目黒に素人下宿といったようなところを選んで下宿していましたのでつまりその家への帰り道だったのですそこは目黒では祐天寺と並び称せられる虚殺飯寺の裏で今吉本の歩いて行く道はかなり広い野の原の右の端を走っているのでじめじめとした沼とも腹ともつかないその大きな野を隔てて 左の方に延々とこだかい丘が続いています丘のとっつきには飯寺の古めかしい裏門が笹ささやぶに囲まれてしょんぼり立っていますそのすぐ後ろには見上げるような大樹が23本ほうきを逆さまにしたように立っています門の右手には枯れすすきの間から墓石がちらちら見え隠れしています 道の右手はもうすぐに小さい丘になって雑木がところどころに寂しそうに固まっています道の行く手には飯寺の丘に沿って流れている昇流が交差して右手の丘に突き当たりおとなしくまたその丘に沿って道に並行して走っていきます見える限りの野原丘冬子立寺門墓地 小竜そんなものが、歩いて行く吉本に、ひしひしと赤爆の恐怖といったものを与えるのでした。見渡す限り、人家は無論、人一人見当たらない荒野の中を行くというのは、たとえ視野の狭いところであっても、夜よりも昼の方が、かえって気味の悪いものです。吉本は足を早めました。が、吉本は、 人一人見当たらないと思ったのは誤りであったことをすぐ知りました道の傍らの昇流に人影がちらっと見えたのです女らしいのです最初は洗濯しているのかと思いましたがだんだん近づいていくうちにそれは大根を洗っているのだと分かりました洗っているのは思いがけなく若い女でした 彼女は吉本の近づいたのも気づかないように手拭いで姉さんかむりにした頭を下げてせっせと手を働かしているので顔はよくわかりませんでしたが村の百姓娘とも思われないような派手なしまがらの着物を着てまくり上げた裾の下から赤い模様の下着を見せてその下から白い素足をニューっと出している生めかしさ吉本は思わずぞっとしたといいます。 思いももうけぬ冬枯れの荒れ野原の真ん中で大根を洗うなめかしい女それはふと義元に妖精のように思われましたそう思ってみると女のそばに積み上げた白と緑の鮮やかな対照を見せた美しい大根も不気味な動物の一部のように思われて異変が上にも恐怖を募らせるのです 吉本は早足に娘のそばを通り抜けようとしました。その途端に、娘はふと顔を上げました。真っ白な、美しい顔です。あっ吉本は一声叫び声を上げると、一目散に駆け出しました。半ば夢中で丘の上に駆け上がりましたが、 そこにはもう百姓屋が23軒見えますし通行人もいましたので吉本はほっと息をつきましたが再び引き返して娘の正体を見極める勇気もなくそのまま下宿に逃げるように帰りました彼は下宿の一室で何回となく食事をとる催促をされながらぼんやりと考え込んでいました大根を洗っていた女は 彼女がきっと吉本の方を見た顔は今でも彼が時々夢の中で悩まされる「死んだ姉の恨み顔」そのままだったのでしたいかに寂しいといったところでとにかく東京の郊外でちょっと丘の上に上がれば人家のあるところで「夜」というのではなし。 大根を洗っていた女が死んだ姉に似ていたからといって大学に通っている青年が逃げ出すというのはあんまりだという人もありましょうが2年前の吉本は一見女のようなやさ男で気も弱くことに神経衰弱の気味で転地していたような際ですから荒れ地の真ん中で不意に死んだ姉そっくりの女に会って驚いたのも無理はありません。 それに彼の姉は尋常の死に方ではなく自殺をしたというような事件があったので一層そ,そういうふうになったのです吉本の家は前に言った通り神田にあるのですが彼の父親というのは去る地方の藩士でろくに離れるとともに東京に出て商売を始めたのでしたが もとより士族の商法というくらいでたちまち失敗してしまいそれからは私立中学校の漢文の教師になってようやく細い煙を立てて苦しい中から吉本と彼の姉とを学校にやったのでした吉本の姉は女学校を卒業するとある人の世話で麹町のある富豪のところへ 家庭教師と駒使いの間くらいのところで奉公することになりました吉本の父ははじめ非常に反対したのでしたが家計の足しにもなりまた出世の鶴にもなるというので姉や母が乗り気だったのでとうとう行くことになったのでしたところが間もなく吉本の姉は屋敷の僧侶の息子と恋に落ちました このことを聞いたときには吉本の父は「不義者を切って捨てると言って劣化のごとく怒ったそうです」いろいろ間に入った人があって姉はその屋敷の息子と正式に結婚することになったのですところが父はまたもや「釣り合わぬ縁は不幸のもとだ」と言ってがとして結婚を許さないのです ですが、これも結局なだめる人があって、父も可愛い娘のことではあり、折れて結婚を許したのでした。こうして一時はめでたく収まりましたが、彼女はなんという発狂な女だったのでしょう。温良に低縮に何一つ欠けたことのなかった彼女でしたが、結局父親の予言は。 不幸にも的中したのです。要するに不幸のわがままなのですが、花風に合わぬとかいう理由で、まもなく彼女は離縁ということになりました。吉本は頑固な父親と冷酷な不幸の間に立って、不幸な姉のため、どれだけの涙を注いだことでしょう。ですが、運命は最後の大詰めまで。 無慈悲にもどんどん進行を続けていったのです離縁は姉にとって死刑の宣告と同じですなぜなら昔かたぎの父は容易に許さなかった結婚を許す時に死んでも帰るなと固く言い渡してあったからです彼女は見事に喉をかっきって 死体となって実家に帰ってきました。演歌から送ってきた数々の高価な調度品は、父はせせら笑ってことごとく突っ返してしまいました。ただ一つ、彼女の指に光っていた目の覚めるように美しい大きな真珠の指輪だけは、父は静かに娘の指から抜き取って、これはわしが預かっておこうと言ったのでした。 指輪は彼女の夫が莫大な金を出して彼女に買い与えたのでしたがこの指輪の持ち主は代々不幸な死を遂げるということが後に分かりましたので大分気にしたものがあって吉本などもその一人だったのですが彼女は別に気に留めずむしろ非常に気に入っていたのでした指輪を家に置くことは母も吉本も反対で 寺に納めるか売り払うことを勧めましたが父は勘として応じません寺に納めてもやがて人手に移るそうすれば不幸な人間がまた一人増えるのじゃわしの目の黒いうちは断じて人手に渡さん父は景色版でこう言うのでした 下宿の一室に座りながら吉本はこんなことを思い出してぼんやりしていましたがやがてだんだん気が静まってくると彼は少しバカバカしくなってきました「他人の空にというのはよくあることだし若い女が目黒の小川で大根を洗っていたとて格別不思議なことはなし。 ただああした情景の中に動いていた一人の女が姉に似ていたということはちょっと気味の悪いことだががつまりそれだけの話であえて驚くには足りないそれに考えてみると姉は死んだ時にすでにさっき見た女より年取っていたから今生きているとすればもっとばあさんでなければならないではないか吉本は 自らをあざけるように無理にカラカラと笑おうとしましたが喉に引っかかるような寂しい声しか出なかったといいます彼は忌まわしい考えをふるい落とすようにして食堂にあてられた開花の一室に行っておそがけの食事をしながら飯寺の下の小川で死んだ姉によく似た女の人が大根を洗っていましたね ちょっと驚きましたよと遅くなったのを弁解するように宣告の出来事を下宿の主婦に話しましたへえそうでしたか主婦はニヤニヤしながら相づちを打ちました食事を済まして火鉢を囲みながら雑談にふけっていた同宿の2人がぴたりと話をやめて吉本の話に聞き入ったようなので 吉本は思わず大根を洗っていた女のことを忘れることができませんでした日数がたつにつれてだんだん不気味さが薄らいでかえって好奇心が増してくるのです。 姉に似た女の姿が目にちらついて一体どんな家に住みどんな生活をしているのか知りたいという気持ちが日一日と濃くなってきましたある日多分あの事件があってから四五日目の夕方です吉本はぶらりと下宿を出て飯寺の方に行きました丘の上からだらだら坂を降りて例の昇流のそばに行きましたが きょうは老婆が二人でせっせと大根を笑っているだけでこの間の娘の姿は見えません。吉本はしばらく立ち止まって薄汚れた大根が老婆たちの忙しく働く手にみるみる真っ白になるのをぼんやり眺めたり大根の枯れ葉がよどんだ流れを浮きつ沈みつ流れていくのを見送ったりしていましたがやがて思い諦めて あてもなくぶらぶら歩き出しましまた。彼は流れと丘に沿ってうねっている道をたどって飯寺の裏門を出ると門の中には入らずすぐ左手の草を分けた小道を危なかしい足取りで進んでいきましたそこは飯寺を含む丘の中腹になっていて上にはうっそうたる森が広がって見下ろすと下は一面の畑で ところどころにポツンと人家がありましたこの道は吉本には初めての道なのですが狭い丘のことですからどこをどう行っても迷い込んでしまうようなおそれがないので彼は大して気にせず歩いていったのでしたがやがて小道は丘の丸みに従って大きく形を描いて曲がっていましたが吉本は何心なく曲がり角について曲がると 目の前にひょいと一軒の家が現れたので彼は思わずギョッとしました家というのは実に古めかしい百姓家でわら屋根は半ば腐り壁は落ち軒は傾いていてちょっと人の住んでいる家とも思われませんしかし道はどうもこの家で尽きているらしいのです吉本は引き返そうと思いましたが 念ののたた。めに家のそばままで行ってみました道はやはりこの家へ来るためのものらしく他へ行ける様子もありませんでしたで吉本は引き返すほかはなかったのですが近づいてみるといかにもこの家の有りが変で何か人間以外のものが住んでいるような不気味さが漂っているのですがそれでいて なんとなく中へ入ってみたいような誘惑を感じるといったふうで吉本は尻込みをしながらもじっと立ち止まってつくづく家の様子を観察いたしました家全体から来る気味の悪い感じは家が半ば崩れかかっているというほかに何とも言えぬぬらぬらしたというかジメジメしたというか 絵体の知れぬ陰鬱さがそこいら中にはい回っているためでしたそうしてその理由は間もなく分かりましたこの家には一年中日がささないようになっているのです一体どういう必要があってこんな建て方をしたのだかわかりませんがこの家は丘の中腹に建てられたので後ろの丘を切り崩して 少しく平らなところを作ってそこを敷地にしてあるのですが丘の崖がちょうど東と南に切り立っていますのでつまり東南2方は完全に塞がれていますそれから西にあたるところにはかなり大きな竹やぶが茂っています開いているのは北の一方ですがそこにも大きな木が23本立っているという始末でほとんど四方が塞がれて 日の目を見ないという有様でした。そのため、変にひやりとした気味の悪い印象を与えるのでした。まるで化け物屋敷だ。吉本はそうつぶやいて引き返そうとしますと、目の前の窓から不意に白い顔が現れました。窓というのは道に面した。それだからむろん北向きの窓ですが、 朽ちた雨戸が半分ほど閉まっていて残りの窓から見える内部は真っ暗だったのでしたそんなところから不意に白い顔が出たのですからこれは吉本でなくても驚きますその時に吉本はその窓から23軒離れたところに立っていたのでしたから白い顔はかなりはっきり見えましたがその白い顔というのがまた尋常の顔ではないのです その白さが変に不透明な鉛色みたいで生きた人間の顔色ではないのです長い病でやつれたというふうに顔はげっそり痩せてくっきりとした陰影がついています髪はぼうぼうとして一部はばらりと頬に垂れ下がっていますそれでいて多分女らしいが 男か女かはっきりしないのです白い顔があまりはっきり出ているので他の部分例えば首とか胴とか手とかいうものが朦朧としてよく見えないのです白い顔は瞬きもしないといったふうでじっと吉本の顔を見つめていました大根を洗う女にさえ脅かされた吉本です たちまち、キャッという我ながら訳のわからぬ叫び声を上げて逃げ出しました。彼はどこをどう走ったのか、泥だらけになって下宿に帰ったのでした。彼は今日の出来事を黙っていることができませんでした。おばさん彼は下宿の主婦に話しかけました。飯寺の裏門のところから左へ小さい道を行くと、 変な家がありますね。ええ。おばさんはうなずいた。崩れかかった家でしょ日の差さない家って言うんですよ。誰か住んでいるのですかいいえ。もとは人が住んでいたのですがね。入る人にきっと不幸が起こるんですの。それで今はもう住む人もありません。 一体まあどういうわけであんな建て方をしたのでしょうね。あれじゃ一年中日が当たりっこないんですものね。健康な人だってきっと病気になりますよ。あれじゃね。今日、誰かいましたよ。吉本は言った。えおばさんはびっくりした。まあ、誰か入ったのかしら。 そんなことはないでしょうでも確かにいたんですそう言って吉本は今日の出来事を話しましたしかし主婦は笑って取り合いませんでした嫌だ吉本さんそんなバカなことがきっと気のせいですよ吉本はムッとしましたけれども主婦と言い争う気にもなれなかったので そののままま黙っってしまったのです。ところが翌日の夕食の時に吉本は同祝の稲田といって目黒の怪しげな紹介に勤めている色の浅黒いキビキビしている男に冷やかされました吉本さんあなた昨日日のささない家でお化けを見たんですってね私今日早速出かけてみましたけれども。 何も言いませんでしたぜ。へへへへへへ。吉本は下宿の主婦のおしゃべりを憤慨しましたが、自分の臆病を恥じないわけにもいきませんでした。そうでしたか。彼は顔をわからめて言葉少なに答えました。けれども吉本は残念でなりませんでした。自分の臆病はとにかく、 実際見たものを作り事のように思われるのはいい気持ちではありません彼は勇気を出してもう一度日のささない家を訪ねることにしましたやはり前のように夕方近くでありました彼は飯寺の裏門から丘の中腹の細道をたどっていきました例の曲がり角を曲がるときには 彼は夕べからざる不安に襲われましたそのまま引き返そうかと思ったといいますしかし彼は臆病な心を励ましながら思い切って曲がりました日のささない家は前日に見たとおり陰鬱なじめじめとした不気味な姿で立っていました窓はやはり朽ちた雨戸で 半分閉ざされています吉本は家に接近するまで近づくことはできませんでした前の日のように23軒手前のところからじっと窓を眺めていました30秒1分吉本は次第に息苦しくなりました恐ろしくて耐えられなくなって他愛もなくキビを返して逃げ出そうとしたといいます とその時に白い顔がぬっと窓に現れました「あっ!」と声を上げるのを飲み殺して吉本は危うく踏みとどまりました前に見たとおりの顔です鉛のように不透明な色で筋一つ動かさない無表情な顔じっと吉本の方を見つめています 吉本はその不気味な恐ろしい顔を教視する勇気がありませんでした。彼は再び逃げ帰ったのです。やっぱり誰かいますよ晩飯の時に吉本は稲田にこう言いました。え本当ですかじゃあもう一度言ってみよう。稲田は驚いたように言いました。 しかし翌日の晩飯の時に稲田は気の毒そうに吉本に言いました「吉本さんあなたはやっぱりどうかしているんですぜ私は念のため中へ入ってみましたが中はひどく荒れ果てて最近に人の住んでいる様子はありませんでしたぜ近所で聞いてみても誰一人あなたの言うような白い顔を見たというものはありませんよ」 でも、僕はにまで確かに見たんでたかんすよ。吉本は力なく言いました不思議だなあ稲田は首をひねっていましたがじゃあいっぺん一緒に見に行ってみましょうか翌日の夕方吉本は稲田と連れ立って日のささない家に行きましたまった ったくこの道といいこの家といい何か出てきそうな薄気味の悪いところがありますなあ稲田はしみじみ言いながら窓をさした「で何ですか白い顔の出るのはこの窓ですか?と」とほとんど声に応じたと言いたいくらいに稲田がさしたと同時に窓にぬって と白い顔が現れたといいます。吉本はガタガタと震えて稲田に寄り添いながら言いました。き、君、あれだよ。あれだよ。ところが稲田はきょとんとしているのです。え、どれだって？窓だよ。窓だよ。君はあれが見えないのか？ 今日は稲田がいたので吉本はずっと窓の近くまで行っていましたから白い顔をはっきり見ることができましたそれは長い病に蝕まれたといった痩せ衰えた顔で確かに女でしたしかも気のせいだか吉本の死んだ姉にどこか似ていたので彼は一層苦しく叫んだのです 窓だって。稲田はトンキョウに叫びました。何もないじゃないか。き、君は。吉本はもどかしさと恐ろしさに驚きしたようになりました。あ、あれが見えないのか。見えないのか。稲田はすっかり困ってしまったと言います。 彼は荒れ狂う吉本をひしと抱えて無理やりに下宿に連れて帰りましたどうかしているんだよねえ気を沈めたまえねえ稲田は一生懸命に吉本を並べました翌日一日吉本は呆然としていました彼は気が狂うのではないかと思って悲しくなって 止めどなく涙を流したと言います。しかし彼はどう考えてみてもありありと白い顔を見たのです。自分の正気であることを疑うことができません。もう一度。ぜひもう一度と彼は決心しました。よしたまえ。君はどうかしているんだよ。あまり気を使ってはいかんよ。 稲田はしきりに止めましたけれども吉本はがまんばかりにしてもう一度彼に付き合ってもらうことにしました昨日とほぼ同時刻に2人は出かけました日のささない家は昨日の姿のままで陰んに彼らを迎えました突如窓に白い顔が現れました「出たよ!」 出たよ君あれが見えないのか吉本はブルブル震える手でさしながら叫びましたが稲田は窓の方をちらと見ただけで気味悪そうに吉本の顔をじっと眺めました「ダメだやっぱり俺にだけしか見えないのだ」吉本は頭の中がめちゃめちゃに混乱しました 白い顔はふと家の中の闇に消えてしまいました吉本はングいのように窓に飛びつきました稲田は驚いて吉本の腕を握りましたがこの時すでに吉本は家の中を一目見ました白い顔はどこかに消えうせてそのかわり窓際には生々しい白木の根かんが横たわっていました 線香の煙が一筋ゆらゆらとたなびいてさえいたのです吉本はぐったりと稲田の腕の中へ倒れかかりました三二日ばかり吉本は頭が上がりませんでした 吉本は恐ろしくてたまりませんでした白い顔は無論白木の根幹などというものは稲田は全然見なかったと言いますまた常識で考えてもあんなところにそんなものはありようがないのです俺は発狂しかかっているんだそれでなければ誰かに呪われているのだ二日の間彼は反問し抜きました しかしさすがにまだ両親に訴える気持ちにはなりませんでした二日目の夕方うとうとしていた彼は恐ろしい夢に覚まされましたがふと彼の耳に隣室からの話し声が漏れ聞こえました隣室というのは稲田の部屋なのです相手は確かに女らしくしかも泣いているらしいのです そして途切れ途切れに聞こえる言葉は、姉、指は幽霊といったような言葉なのです。吉本はわけもなく震え出しました。やがて稲田は立ち上がって廊下へ出たようでしたが、吉本の部屋の前に来て言葉をかけました。吉本くん、入ってもいいかねええ、どうぞ。 吉本は頭をもたげて答えました。入ってきた稲田は蒼ざめた顔をして騒然としていました。気分はどうだね？まあ、寝ていてまえ。吉本の起き上がろうとするのを制しながら、稲田は吉本の枕元に座ってほっとため息をつきました。どうしたんです。吉本は？ 今までに見たことのない稲田の元気のない顔を怪しみながら聞きました「妙なことが起こったんだどうもげさない」稲田は独り言のように言ったが「この間の日のささない家の一件ね。あれは僕は君の妄想を笑ったのだったがちょっと笑いきれないことになったんだよとにかく は詳しくは彼女から聞いてくれたまえ。何そのままでいいよそう言って稲田は隣室に帰って一人の若い女を連れてきました一目見て吉本はまたしてもあっと声を上げたといいます彼女はかつて飯寺の下の流れで大根を洗っていた女だったのです 君はこの人を見て駆け出したんだったね。稲田は聞きました。ああ。吉本は力なく答えながら彼女をつくづく見ました。姉によく似たところはありましたが、姉よりももっと美しく、そそとした音量そうなところがたちまち好きになってしまいました。徳永よしこさんというのだ。 君のお姉さんに似ていたという話は、僕は君がここの女将さんに話したので知っているのだが、この人は君が駆け出したので随分驚いたというぜ。ところで今日の話なのだが、あなたは言ってください。稲田は女に向けて言いました。もじもじしながら、よしこは話し出しました。彼女の話によると、 彼女の姉の一家がかつてあの日のささない家に住んでいたのでしたが数年前に突如として彼女の姉が姿を隠してしまったのです家出をするような原因も自殺するような理由も少しもないのでしたもし強いて理由を求めると彼女は行方不明になった当時非常に高価な真珠の指輪を身につけていたから それを強奪するために何者かが彼女を殺したのかもしれないということでしたところがこの頃になりましてよしこは言うのです未晩も続けて恐ろしい夢を見るのでございますその夢というのはおぼろながらも日のささない家の場面で青ざめた彼女の姉が呆然と 北に向いた窓際ににい,いますって彼女の指には真珠の指輪がちゃんとはまっているのでした「2番も続けて同じ夢を見ますので私は恐ろしくてなりません」「それに稲田さんからお伺いしますと私の姉の持っていた呪わしい指輪がどうやらあなたのお姉さんの手に入ったようでございますし」 私があなたのお姉様に似ているとか、なんだか指輪を通じてなんとなく因縁があるようでございますので、こちらへご相談に上がりましたのでございます。徳永さんのお話を聞くとね、稲田は言いました。どうも君の見たという白い顔も君の気のせいとのみは言えないのだ。なんだかあの家に秘密があるような気がする。 それにいつか君の話した真珠の指輪というのにも何か関係がありそうに思われる一度あの日のささない家へ三人で行ってどんなことが起こるか実験してみないかしかし吉本は二度とあの恐ろしい家に行く勇気はありませんでしたぼ僕,僕は許してくれたまえうんしかしね 稲田は困ったという,ふうに心理現象というのか精神観能というのかとにかくこういう超自然現象はね関係者がいなくてはダメだよ僕は全然他人なんだからね現に僕には白い顔が見えなかったのだから君ぜひ来てくれたまえ嫌だ僕は嫌だ 困ったなぁ。君ばかりの問題じゃないからなあ徳永さんの問題を解くんだからなあ吉本はそこに青ざめた顔をしてじっと座っている可憐な吉子を、同情に絶えない目で見ました。彼はどうかして彼女を救ってやりたいという気が湧き出るのを禁ずることができませんでした。が彼は、 どうしてもあの気味の悪い家に行く気はしませんふといいことを思いつきました稲田くんじゃあ君あの指輪を持って行ってくれたまえあの指輪は僕以上の関係者だからきっと何か変わったことが起こるだろううん稲田は気のない返事をしましたそれもいいかもしれない しかし君が来なくてはねえ吉本は翌日家に帰って父の隙を狙ってそっと例の真珠の指輪を盗み出しましたそして稲田に日の差さない家に持って行って彼の姉かそれとも徳永義子の姉の亡霊が出てくるか試してもらうことにしました指輪を稲田に渡した時に吉本はほっ と重荷を下ろしたような気になって忌まわしい呪いから解放されたような気がしたといいます稲田は迷惑そうに指輪を受け取りながら「うんまやってみよう」と言いましたそれっきり吉本は少しも容易なことを見ませんでしたそのかわり 真珠の指輪と稲田とよし子は彼の前から消え去って再び現れませんでした。つまり稲田の企みなんですよ。吉本は今はたくましい腕を組みながらニコリとして言いました。稲田とよし子は前から関係があったのでした。稲田は 偶然、ヨシコが吉本の姉に似ていることを吉本の口から聞いて、かねて聞いていた真珠の指輪を奪うために、巧みに日の差さない家を利用して吉本の恐怖の念を起こさして、とうとう指輪を持ち出さしたのでした。日の差さない家の白い顔はヨシコか稲田で、多分変わるがわるやったのでしょう。指輪は少しも惜しいと思いませんし、 厄介払いをしたくらいですが、彼らに騙されたのが遺憾でした。父もそう言いました。それで私は神経を丈夫にしなければならぬと思いました。健全なる神経は健全なる体に宿ると言いますから、まず体を鍛えることにしたのです。私はそういう吉本の顔を眺めながら、初めて、 彼の熱心な稽古の理由を知りました。